アキ阿ウ,ウは、生薬の一種で、ロバの皮を水で加熱抽出して作られるニカワのこと。血液機能を高める効果があり、主に貧血や、婦人病への処方や、美容のために用いられている。中国で古くから使われている、気薬の一種で、約2500年前に書かれた中国最古の医学書、52、病科だに記載がある。阿キは、 作った地域によって名称が変わり、中国産東省東和県産のものが阿京と呼ばれ、中国湖南省産のものはロガワニカワと呼ばれる。他にも、その作り方から冬いタスニカワ、ボンフクニカワなどと呼ばれる場合もある。ロバの皮膚に含まれるコラーゲンが、加水分解された、タンパク質や各種アミノ酸の混合物である。他にもカルシウム、マグネシウム、 鉄など27種類のミネラルやコンドロイチンを含んでいる。豚川ゼラチンと比べると、リジンに富み、シスチンを含むがトリプトファンを各点で異なる。阿ウの生産には、ロバの皮を使用するが、古来から非常に高価であったため、一般の女性が手にすることは不可能に近かった。現在も高価な白物であり、阿ウの産地である中国では原料であるロバが年々、 減少していることも関係して、阿京の市場価格が日々上昇している。しかし価格が上がる一方で、廃棄原材料を使用した安物製品も出回っている。原材料に、ロバの革を使用したものに比べ、安価ではあるが革製品の切れ端や牛の革などを使用した製品もあり、消費者を悩ませている。中国産東省東亜県が主な産地で、名前の由来にもなっている。 中国では、東亜教社の亜教が有名で、東亜教社の製造技術は、中国の無形文化財として登録されている。古くは、52秒型に記載があるほか、中国最古の薬物学書である、新能本草業には、常盆で、無毒で長期服用可能なもののこととして、記載されている。前頭史には、ヤギヒが、美容のために隠れて服用していたという記述もあり、 身分の高い女性の間で人気があったものと言える。身体では、習慣性流産に悩んでいた生態校がアキョウを飲んで、不妊治療に成功し、同治ミカドを生んだことでも知られる。また、江戸時代に書かれた薬印続編の中でアキョウの記載があることから、日本でも使われていた可能性がある。補欠、シゲルイン、純僧、死血、安原。中医学の考えでは、 血は、はな症状と密接に関わりを持っていい。るため、効能は幅広い具体的には、生理痛の緩和、月経不順、子宮の不正体量出血や、出産後の需要や抜け毛の改善、便通の改善、骨粗症症予防などの治療効果のほか、肌荒れ、乾燥の防止、新陳代謝の促進などの美容効果がある。また、16世紀に書かれた薬学書、 本草項目において阿京は製薬として賞賛されている。実際に漢方薬を服用してアレルギーを起こすことは稀だが、ゼラチンのアレルギーを持つ場合は注意が必要。阿京は様々な研究がされているが、近年では美白作用についての研究もある。また、美肌の効果解明のための共同研究も始められている。中国では、 アキョウを主原料にクルミやコマ、ホシリュウガン、糖類を用いたゼリーの一種、アキョウコウも作られており、こちらは純粋な菓子や土産物一種の健康食品として市販されている。ありがとうございます。